一日一ホラー、着用時の80年代ホラー映画館、キンドレットのご紹介です。キンドレットはこれはね、あの、海洋生物と人間を掛け合わせるマッドサイエンティストの話なんですけども、異様にこのね、キンドレットのね、えー、クリーチャーの特徴がね、まあ、魚と人間掛け合わせた感じで、まあ、両性生物っていう感じでね、結構怖いんですよ。 でスプラッタードも結構ありましてですね。まあ最後ヒロインがキンドレットになっていく、変身していく様はグロいですし、まあお約束の爆発でやっつけるシーンとかも迫力ありましたね。えー、まああのー、まあエネルギー不足のために、まあ、海中に住むという設定で、まあ生み出されたこの海洋生物の掛け合わせなんですけども、 えー、本当にクリーチャーが見事に映像化されてました。最近では多分これはミュータント系なんで見ることができないと思いますけども、80年代はこういう映画が結構多かったんですね。はい。え、キンド l ット、気になったら検索してみてください。着教授でした。